クルトベルターは第二次世界大戦時のドイツ空軍の戦闘機のエースパイロットであり、第二次世界大戦で最も戦果を挙げたジェット機遣いである。エースパイロットとは空中戦で5機以上の敵機を撃墜した軍人パイロットを呼び表す故障である。ベルターはわずか93回の作戦行動で合計63機の撃墜を記録した。 撃墜記録のうち56機は夜間戦闘での戦火で、その中には33機のモスキートが含まれている。ジェット戦闘機に登場してあげた戦火としては、ベルターの記録が航空史上でも最多である。ベルターは1916年2月25日にケルンリンで生まれ、1934年にドイツ空軍に入隊し、パイロットとしての訓練を受けた。ベルターは、 パイロットとしての天性の素質を発揮したため、飛行教官の訓練生に選ばれ、その後多年にわたり、飛行教官を務めた。1943年に、バルターは従来のピストンエンジン付きの戦闘機を運用する、実像の夜間戦闘機部隊に移動した。1944年10月18日、40回の作戦行動に出撃した後でベルターは、 騎士鉄十字勲章を授与された。1945年の初めにベルターは、メッサーシミット目262を運用する夜間ジェット戦闘機の実験部隊に移動となり、1945年3月11日に48機撃墜の戦火で白洋付き士鉄十字勲章を授与された。ベルターは、戦争を生き延びたが1949年3月7日に事故で死亡した。 クルトベルターはケルンリンで生まれ、1934年10月1日にドイツ空軍に入隊し、パイロットとしての訓練を受けた。そのパイロットとしての技量のため飛行教官の養成訓練を受けた。第二次世界大戦中、ベルターは1940年8月1日に軍装に昇進すると飛行訓練学校の第63飛行訓練連隊に移動し、 その後、クベドリンブルクにある飛行教官養成学校に移った。この学校でベルターは、早朝時代の1943年8月10日に、夜間戦闘機の教官として、アルテンブルクの第10景気飛行学校に移動するまで勤めた。1943年9月2日にベルターは、夜間戦闘機部隊の第301戦闘航空団第5飛行中隊に移動となった。 この部隊は、大多数が、レーダー装置を装備していない短座の FW190A-5 と FW190A-6 を、夜間に運用する、ビルデザウと呼ばれる戦法を実施する、実験部隊であった。ベルターの連合国軍爆撃機に対する、ビルデザウでの最初の迎撃任務は1943年9月22日夜で2機の4発、爆撃機を撃墜し、 1943年10月3日夜の3回目となる出撃ではさらに2機を撃墜した。1944年春までにベルターはわずか15回の出撃で17機の戦火を記録しており、1944年5月10日にドイツ十字賞金賞を授与された。勝利となったベルターは1944年7月7日に第300戦闘航空団。 第5飛行中隊に移動した。7月にベルターは、アメリカ陸軍航空軍の2機のボーイング B-174 発、爆撃機と3機のノースアメリカン P-51、戦闘機を1日で撃墜した。1944年7月24日から、ベルターは、さらなるビルでザウ戦法を行うために、第10夜間戦闘航空団、第1飛行中隊に移動し、 1944年8月29日には、自身の24機目から27機目の戦火となる、英空軍のアブロランカスター4発爆撃機を4機、撃墜した。1944年9月4日にベルターは、英空軍の総発モスキート爆撃機の追撃用に、設立され、速度性能に特化して最適化された、メッサーシミット BF-109G-6。 エース型機を装備した JG300 第10飛行中隊に移動した。ベルターは9月に体当たりで落とした1機を含む合計7機のモスキートを撃墜した。NJG10 第1中隊と JG300 第10飛行中隊の所属時にベルターはわずか18回の作戦行動で12機の戦火を記録した。1944年9月14日夜のベルターの戦火に メンヒエングラートバッハとライトを攻撃した300機の爆撃機を率いていた飛行団長のガイ・ギブソンの蒸気が含まれているかもしれない。ギブソンのモスキートはオランダのスティーンベルフに墜落した。ベルターは東野にモスキートを撃墜した唯一のドイツ軍のパイロットであり、ギブソンのモスキートはその夜に失われた唯一のモスキートであった。 1944年10月18日にベルターは、わずか40回の出撃で33機を撃墜した、港により、騎士鉄十字勲章を授与された。レーダーを装備した、目262バイトから 1A、U11944 年11月2日に、ベルターは、以前の所属部隊の再編成された第11、夜間戦闘航空団、第2飛行隊に移動となり、 マクデブルク近郊のブルクで夜間に英空軍のモスキートを迎撃する任務に就いた。レヒリンイコールレリツの外に拠点を移し作戦、行動に出るようになったベルター中尉は1944年12月12日に積み上がっていくモスキートの撃墜記録に一機のランカスター爆撃機を加えた。百四十五年一月十八日に n j g 十一第飛行中隊は ブルクマクデブルクで最初にその創設者にちなんでシュタンプ特殊部隊と解消され、後にベルター特殊部隊と解消された。この部隊はメッサーシミット目262ジェット戦闘機を装備しており、ベルターの目262に登場しての最初の戦果は1945年1月5日夜に挙げられた。ベルターは 目262に登場している時期に、夜間戦闘で20機以上のモスキートと2機の4発、爆撃機を、昼間戦闘でさらに2機のモスキートを撃墜した。ベルターは、SN-2 リヒテンシュタインレーダーを搭載した、目 262B-1AU1 の試作機をテストしていたが、Z 機による20機以上の戦火の大部分は、レーダー非搭載の標準の目262で、 記録されたものであった。ベルターは1945年3月11日に48機撃墜の甲で白洋付け騎士鉄十字勲章を授与された。公式には、クルトベルターの戦火は93回の出撃で63機撃墜、うち56機が夜間戦闘でのもので7機が昼間戦闘でのものである。63機の撃墜数には最高33機のモスキートが含まれている。 目262の登場時に記録された正確な撃墜数に関してはいくらか論争が残されており RAF の記録と一致するモスキートの撃墜数はわずか3期に過ぎず過剰申告の可能性があるベルターは戦争を行き延び戦後佐藤工場に勤めたしかし1949年3月7日にシュレースビヒホルシュタイン州のレックで 踏切の通過待ちをしていたところ通過する列車から不適切に積載されていた材木が崩れ落ちベルターの車を直撃した。ありがとうございます。